キヨキヨチャンネルのキヨちゃんです。デブラどうもみなさんこんにちは、キヨキヨです。はい、ということで皆さん最初の挨拶皆さんご存知でしょうか。デトネーションゲーミングのコウさんの挨拶をパクりました。あのね、僕ん家にね結構ねいます。コラボ動画とかも撮ってるんでね、一応チャンネルリンク貼っときます。はい、皆さんアップデート後クラロワ楽しみですか。はい、こちらキヨキヨのねスパーキーデッキ、まあキヨスパ今ちょっと浮気中なんだよね。どっちでも強いみたいな、やっぱウィズトルネが結構強いんで、なんだろうな、このなんかこうゴブリンマシマシゴブリンマシマシキヨスパよりも今こっちのエリポン入りの方が僕的には好きで、前のバランス調整もそうなんですけど、そんなキヨスパにね直接的に関係しないのよ。なんかそのスパーキーがじゃあ何なんか1マス射程伸びましたとかさ、でもジャイアント攻撃強くなりましたってそれもうマジもう展開だよね。ごめんなさい、ごめんなさい。そんな簡単にいけねえよって。でも本当にでもトロは上がりやすくなると思うんですよ、強くなったら。で前回のアップデート皆さんご存知でしょうか。はい、こちら、まあこちらこの画像に、まあ、弱くなったカードとか強くなったカードが、まあ、詰め込まれてるんですけど、まあ、ゴブリンそういえば弱くなったんですよね。一応お伝えするとゴブリンなんかヒットポイントが 1% 減った、どうでもいいわどうでもいいわ、ゴブリン減っても、別になんかゴブリン減ってもそんなみんな関係ないっていうね。まあまあ、でこちらねネクロマンサーさんでございます。はい、ネクロマンサーさん、ネクロマンサーさん、はい、ギコちゃんさんみたいなね。これ完全に僕の話なんですけど、ギコちゃんさんってちょっとさ、なんか壁感じるじゃないですか。ギコちゃんって呼ぶなら、結構なんかこう、フレンドリーですけど、言ったらもう僕より年上なので、ギコちゃんって呼ぶとなんか慣れ慣れしい感じ出ちゃうじゃん。ただ、ギコちゃんさんって言うとさ、なんか壁感じんじゃん。なんかもう、チャンさんが。で僕はね、チャンギコさんって呼ぶようにしてるんですよ。そう。なんか、だから年上でやっぱ、ね、慣れ慣れしさを回避し、さらに、そのギコちゃんさんの原型もとどめつつの、チャンギコさん。はい。チャンギコさんのチャンネルのリンクも説明欄にございます。でですね、こちらのネクロマンサーがね、なんか僕使ってないんですよ、基本。基本ネクロ使わないんですけど、ネクロが今、マジやばいらしいんだよね。まあレジェンドアリーナ見ても、はい、一番上に、はい、はい、ネクロジャイ。これ強いのかな？強いのかな、これ。で、ちょっと見返しを、おいおい、見て、モゲさん、世界ランキング117位の方が、ジャイネクロ。もうトリマネクロ色付けみたいになってんじゃん。前のアウトローみたいになってるよね。はい、一つ下、はい。はい、こちら、はい、もう、ロイジャイネクロ。もうこれもロイジャイデッキにさ、トリマ入れとけみたいな感じじゃん。アウトローみたいな。で、まあ、遡って、はい、またジョーカーさんね。ジョーカーさん、また、ジャイウィズ、あ、ちょ、これ、ジョーカーさん、デクロ入れてねえわ。疲れてんのかな？全然疲れてないですけどね。さっき普通に昼寝したんだけどね。今動画撮ってんのが、もう謎に深夜の1時23分に撮ってるんですよ。でも、こんなさ、叫んだらやばいって思うじゃん。今ね、目の前に吸音材貼ったんですよ。そしたら結構ね、響かなくなって、いい感じ。だから深夜にも結構ね、結構叫べる。ちょっとね、このジャイネクロ気になるんで、こちら今日使っていきたいと思います。僕ね、ジャイなんですよ、僕。なんか、ジャイスパもそうだし、なんか、ジャイ PP に流行ってた時も結構使ったし、なんか、ジャイが結構得意。得意なのかな、まあ、基本的にはジャイスパが得意なんですけど、ジャイが結構使えるうちに入る。2.6 オーグ使うよりもジャイデッキの方が使えるんで、ジャイデッキのネクロ使っていきたいと思います。どうせだったらさ、マルチ行きたいやん。5万ゴールド。でもネクロマンサー、ちょ、スーパースリーさん、頼むから、ネクロ弱体化しないでください。5万ゴールド使います、ポン。頼むよ。ただ、これ、7で、8には、あ、8にはできる。でも、もうすぐ完走できるね。もうすぐ完走、ありがとうございます。それでは、4644でございます。でもね、結構僕今トロ高いんだよね。高いとか言って、全然高くないよ。でも、ローカル200位が今、5001なんで、全然高くねえじゃん。でもさ、日本で200位よ。だからちょ、5000目指して頑張ります、今日もね。それでは、ジャイネクロ。いいです。ポン！シー！なんかね、この座り方するとね、なんか頭がされるらしいですよ。アフターエフェクト、How to win!How to win? うわ、怒ってんじゃん、相手。怒って、うわ、チューチューして、怒った後、まさか。え、まさかって。これなんか日本の方と当たると、結構その、まさかって、いただけるんですよ。なんかその、まさか、キヨキヨみたいな。え、それはやばいね。え、終わったじゃん。これもう、捨てですね。コウさんもめっちゃ捨てんすよ、あの人。もう捨てですね、つって捨てるから、もう捨てます。はい、捨てます。どうぞ、あげます。左あげます。キヨキヨのね、ネームにもさ、一応そのタワーは飾りって書いてあるじゃん。だからやっぱ捨てることが大事なんだよね、マジで。オッケー。あーでもちょっとこれ、ディガー足してもよかったね。まあただいいんじゃない？あーオッケー。ディガー足した方がよかったな。ちょっと遅いけど、今足さない。別に足さないな。オッケー。あー足した方がよかったね。確実、エリクサー余っちゃってたから、足した方がよかったね。確実に。オッケー。これザップ。はい、オッケー。さあ、ネクロを、相手ベッカじゃん。ベッカじゃん。ありがとう。ありがとうございます。相手めっちゃ煽ってくるね。煽ってきますね。ちょっとここ、手札回し。やっぱ、後ろから、
ジャイアン出したいんですよ。言います、ジャイアン出してよろしくと。よし、さあジャイネクロの形が強いのかだって、うわあーなるほどね、なるほど、またこいつ捨てんじゃねえのってことでしょ、言ったらまた捨てんだろこいつっつってさ、今多分バルーン出したよね、取り間出しとくかみたいな。 OKOKOK、 全然 OK。 あーネクロの位置ミスったね。でもネクロの HP が高え、マジネクロの HP 高尾さんですね、よろしく。あーとあと相手エアーす、エアーとか言ってすごい高えですね。エリウェザちゃんのレベル5なんすね。だって僕、言っても、ウルトラレアフル乾燥してんのって、スパーキーだけなんですよ。あれ、まさかスリクラ、え、スリクラ芸人、いや、待って。はいはい、はいはい。はいはい、いきますよ。え、まあ、スリクラ芸人じゃね、はいはい。え、あーただ、うまいね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 、くらいね、だね、うまいね、くらいね。私、あなたに、ちょ、ファン、怒るから。じゃあ、これ、バルーン、あ、待って、バルーン用に、ガゴ、メガゴを取っとくって約束したんだけどな。約束したんですが、僕はもうスリークラウンしか狙いません、はい。もう私くらいになると、でもスリークラウンの男になるわけですよ。やっぱね、あ、やべ、マジか、これやばいね。これやばいね。え、これやばいね。これやばいね。単純やばいね。だってこれ、あ、やるね。待って、これ守りたい。うん。はい。はい。はい。あ、コウさん、はい、タワー捨てたのに負けました。ちょ、コウさん、はい、もうちょ、コウさん来て、もう、はい、コウさん来て。あ、コウさんいた。さあ、この動画だよね、最終僕が変なアイドルした。変なとこ行っちゃって。デトネーションゲーミング、そして YouTuber のコウさんでございます。はい、じゃあちょっと謝りますから。はい、この度は、私の名前にもある通り、まあ、タワーを飾りであったりとか、あと、コウゴレっていうのは、やっぱ、はい、タワーを捨てる戦い方をしますよね。まあそうですね。この度、誤った戦い方を、誤った戦い方、いや、正しい戦い方。押してしまい、大変申し訳ございました。よし。バン。いらねえ。やっとね、こういうことするとね、プロ選手を適当に出すなって言われちゃうんだけどね。デビロ、デビロ関係なんか。コース。テーペロス、テーペロ、テーペロス。え、でもゆきりさんは、ゆきりさんはレッツラゴーみたいな。あ、そんな感じ、そんな感じ。ゆきりさん勝手に負けて、なんで俺が。それおもろいね、それおもろいね。あ、そうそう、ちょっとコウさんとね、今日おしゃべり会ね。で、たまにはこういうね、動画があってもいいんですよ。たまに、はいはいはい。じゃあちょっと改めまして、ご挨拶をお願いいたします。コウチャンネルのコウちゃんでーす。テベロー、待って待って、ちゃんと覚える。コウつけとくんだよね。そうですね。テベロス。何してんすか。いやね、やっぱね、今日はね、じゃあこういう動画もたまにはいいんじゃないかと。対談、はい、対談。あ、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱね、タワーはやっぱ僕のね、名前はタワー飾りなんですよ。はいはい。で、コウさん、本当にタワー捨てるんですよね。捨てますね。うわー、ちょっとさ、違う。今、エコーかけたよ、今。捨てますねーとか。いや、違う。俺はケースケ本なのよ。あ、ケースケ本。そうですね、の、そう、パクリ。あ、何を言ってんの。そうですね、と、え、待って。いやいや、捨てますね。いやいや、ねえ、だって本当に、コウさん、僕のね、家で結構クララは一緒にしてたりするんですけども、なんかね、本当に、なんか、ゴレ出した瞬間、例えば相手、8枚ジャイとか出してきたら、あ、これ捨てっすね、みたいな。捨てっすね。取りますてっすね。取りますて？取りますて。捨てたら、スリークラウン狙うんですよね。そうっすね。相手はそうしてきますね、大体。あ、相手もスリークラウン狙ってくるんですか？あ、そういうことですか？あ、そういうことか。あ、なんか、敬語使っちゃってるね。いや、なんか、最近ね、ちょっと仲良くしてくださるんですよ、コウさんが。いや、逆。なんかね、最初敬語だったよね、でもね。まあそうですね。まあそうですね。何ですか、ちょっと芸人枠狙ってる、ちょっと。いや、もう芸人っすから。なんか、その、コウさんがなんかさ、先輩扱いしてくれんねん。いい人なんよ、ほんとに。いや、先輩っすね。あ、だって、キヨ、どういう人か、ちょっと話してよ。どういう人が、僕ちょっと見えさえる。どういう人がっすか。まず行動が、まあゴブリンっすね。何それ、ほんと言ってくんの。コンビニ行ってたんですよ。コンビニ行ってたら、ほんと救急さんゴブリンっすねとか言って、いきなりね、動画回ってないし、言う必要ないのに、こんなゴブリンっすねみたいに言うんだけど。いや、走り方がほんと、後ろから見たらゴブリンになってた。こんな感じでさ。そのまんまっすよ、ほんとに。調子乗って走るときに、そうなっちゃうようになっちゃった。こういうことでしょ、なんかこう、なんか調子乗ってたじゃん。雨降ってたんですよ。雨降ってて、お互いサンダル履いてて、なんか袋持って、なんか、なんだ、浮いてる。それっす。完全にゴブリンよ。ゴブリン？はい、ということで、今日はですね、何の話をしたかわからないけども、コウさんでございました。
やばい、だってさ、最初はさ、タワーを捨てる対談とか言ってたのにさ、そうだ、ヨキヨどんなやつになってさ、え、ゴブリンのあるでしょ何の動画も。いやでもね、コウさん、ちょ YouTube ほんと頑張ってるんですよ、ほんとに。待ってます。だって今結構連続で投稿してるでしょ。毎日1週間ぐらいですね、今。いや、すごい。いや、ほんと、いや、マジで、いや、マジ、1ヶ月続けられたらほんとすごいっすよ。なんかやっぱ、僕の友達にも YouTube 始めたっていう人とかいるんですけど、うん、やっぱね、2週間ぐらいでほんとやめちゃうんですよね。あー、それ甘えっすね。甘え。え、頼むよ頼むよ。いや、もう1年、毎日投稿行くんですよ。おーいや、ほんとに、やっぱね、続けるのがすごい YouTube 大事で、はいはい、そう、ほんとみんなやめちゃうんで、コウさんぜひとも。で、ほんとすごい頑張ってるんで、編集方法とかめっちゃ探してたりとかね、検索しとるじゃないですか。恥ずかしいっすよ。いやいや、何言ってんすか。ペンペン、いや、よくないよくない、ね、よくない、そういうこと書かれるからほんとに。はい、ということで本日はコウさんに出ていただきました。コウさんのチャンネルリンク動画の説明欄にございますんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。コラボ動画とかもね、あの宝箱を一緒にあげたりとかね、わちゃわちゃキャーキャーやってますんで、はい、見てみてください。7月中、任天堂スイッチなどね、6名様に当たるプレゼントキャンペーンやっておりますんで、あ、こちらからまだね、応募されてない方、ぜひとも応募してみてください。毎日この感じでゲーム動画とか、実写動画アップしておりますんで、まだチャンネル登録を済んでない方、ぜひともこちらのこのボタンからチャンネル登録していただけますとね、最新の動画の通知とかが出てみやすくなるかと思います。ということで、ご視聴、あざっ